ではトレンド情報トレリンです。本格的なアジアン料理を家庭で味わってみませんか。ずらりと並んだエスニック感たっぷりのお料理、どこのレストランのテイクアウト、いえいえこちらスーパーで手に入るアジアン惣菜なんです。宮崎市青島にある観光客にも人気のスーパーボンデリス。地元の食材をはじめ宮崎の特産品や手作りのパン、ちょっと珍しいものまで幅広い商品を揃えています。塩パンいいですよね。あ、いろいろ並んでますね。ティモサオナムドゥソクティッパン、もはや何語かわからないような料理名のお惣菜が並んでいます。ここでスタジオの皆さんに問題です。これは何料理でしょうか。どうぞ。ナキさん。マレーシア。お。私はインドネシア。私は、あ、時間もう終わっちゃった。はい、時間です。はい、正解は私たちが作るベトナムの料理です。全員違う。技能実習生のズオンティーハオさんとグエンフォンアインさんは、このスーパーで働き始めて3年目、ベトナム料理の調理を担当しています。いいですね。こちらは揚げ豆腐に豚ひき肉のトマトソースをかけたご飯に乗せて食べるベトナムの定番料理、そしてえのきだけを豚肉で巻いたちょっと辛い料理など本格的なアジアン料理が並んでいます。アジアン惣菜の評判というのはいかがですか。そうですね、最初のうちは皆さん珍しそうに眺めてましたけど、そのうちにあの味のお問い合わせとか、今現在はもう手に取ってお買い求めいただいているような状態になっていますね。そうですか。お二人のお仕事ぶりはいかがでしょうか。そうですね、あの真面目ですね。何事にも一生懸命取り組んで頑張っておりますね。料理には県産の肉や野菜を使用、宮崎の食材を生かしながらベトナムの味を再現しています。ベトナムの料理は辛いものもあるから日本人に食べやすいようにしています。優しさです。たくさんの人に食べてほしいです。食べます。それではここでハオさんとアインさんおすすめのベトナム料理ランキング、第3位はティーモサオナムです。ティーモサオナム、春雨と豚肉の炒め物になっております。こちらの方はあのベトナムの食材を使ってちょっとピリ辛の商品となっております。続いて第2位はガコグンです。セバをあのナンプラーと生姜で味付けしてベトナムの調味料を使って作ったあの食べやすい料理となっております。こちらの方はあのお子様でも食べられるあの食品となっております。ご飯進みそう。そして栄えある第1位はカンガーチエンです。こちらはシナモンやウコンが入った調味料で味付けしたベトナム版唐揚げです。それではお二人が心を込めて作ってくれたお料理いただきます。まずは第3位にランクインしましたティモサオナムです。いただきます。うん、炒めた春雨にエビ、イカ、豚肉などの美味しさがギュッと入り込んだ感じです。味付けは甘めですが後からピリッとした辛さがきますね。確かに日本人向けのアレンジ食べやすいです。また2人一押しのカンガーチエンはほんのりとしたシナモンの香りがアクセント。日本の塩唐揚げとは一味違います。正直言いますとベトナム料理には馴染みがこれまでなかったんですが、本当に食べやすくて美味しい新鮮な美味しさを感じますね。これからはベトナムのお母さんが作った料理を作りたいです。私たちが作ったベトナムの料理食べてみてください。宮崎とベトナムの美味しさが融合した本格惣菜、ぜひお家で味わってみてください。